バーウッドカウンシルは、オーストラリアニューサウスウェールズ州の地方公共団体。シドニー CBD から西2 1トルに位置し、北をシティオブ、カナダ米、東をミュニシパリティオブアッシュフィールド、南をシティオブカンタベリー、西をミュニシパリティオブストラスフィールドが隣接する。シドニーとパラマッタを結ぶ、主要道路であるパラマッタ通りが、地域の北辺をなし、シティオブ、 カナダベートの境界線となっている。また、市内をシティレールが横断し、バーウッドには市唯一の駅である、バーウッド駅がある。バーウッドカウンシルは以下のサバーブで構成される。以下のサバーブが他の地方公共団体と共有している。バーウッドカウンシルの議会は7人によって構成される。任期は4年。選挙区は1つである。市長は、 6人の議員とは別に単一選挙区で同時に1人が選出される。最新の議会選挙は2012年9月8日に実施された。オーストラリア労働党4議席、オーストラリア自由党2議席、諸派のバーウッドコミュニティボイスが1議席獲得した。市長はオーストラリア労働党のジョン・ファーキル。ABC、バーウッドカウンシル、メイアールエレクション。 ローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスウェールズ2012年9月15日閲覧 AB キャンディデッツインシークエンスオブエレクションレポートバーウッドカウンシルローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスウェールズ2012年9月15日閲覧ありがとうございます